こんにちは、ゆうです。バズドラのお時間です。はい、そして今日誕生日の方おめでとうございます。はい、それでは今日はね、無課金闇属性縛りサブサブ赤、チョロやっていきたいと思います。ちょっとね、もう声控えめなんですよ。ちょっと今もう深夜で、はい、ど深夜でこの時間しかちょっと動画撮ってる時間がないんで、ちょっと今にねちょっと撮っております。はい、それでは今日やっていくのはですね、5月のクエストレベル11を、闇属性縛りでちょっとね同キャラ禁止っていうことで、ちょっとね、もう出てたんですけど、さっきタイトル長老の画面にあるキャラでね挑んでいきたいと思います。はい、ブラックバードですね。はい、まあシャドームーンはねちょっとね、もうコソトレって言ってね、はい、コソッとトレードしました。はい、交換しました。はい、それではご紹介しましょう。リラフでブラックバードですね。ブラックバードに、リラ全体性で、ハンスと武器つけてもらってます。じゃあ、自分でつけてるんか。はい。で、これが、超転生月読みドラゴンですね。はい。超転生月読みドラゴンに、倍の体性で、上限解放を、体力キラー。で、ワンピースのキットの武器つけて、無効貫通とスキブ付与してます。あと指持ってるのもありますね。はい。で、こっちがニース隊長ですね。ニース隊長に超覚醒10コム強化、上限解放、スキルチェーン2つ、神結びの武器つけてもらってますと。で、こちらがシャドウムーンですね。シャドウムーンにスキルチェーン2つ、神キラー2つ、で、ドフラミンゴの武器つけてもらってます。で、こちらがね、もう作りました、頑張って。超転生ハーデスドラゴンですね。超転生ちゃう、ハーデスドラゴンですね。はい。小学生 L 字に、スキブも、スキブプラスプラスか。で、鎧化。鎧化はね、スキブを補うのと、ここね、確かに弱体化目覚めがあるんで、それで闇の泥鏡武器を付与しておりますと。で、この、ハーデスドラゴンがね、グラビティの後進化して、また6ターン溜まると、6ターン内で HP が 25% 回復っていうのを自動回復があるんですよ。で、ブラックバード、だいぶ激減の数、軽減倍率が大きくて、HP が少ないんで、ほぼほぼそれでもう持っていけるんですよね、前回まで。その狙いもありますね。はい。で、こちらがフレンドさんのブラックバードですね。ブラックバードに、アシスト、10連ガチャパワーとスキルチェーンマックスつけていただいてます。で、HP は、バッチは HP プラスです。はい。それでは5月のクエスト、レベル11、対戦員、よろしくお願いします。はいはい。まあ、50分のね、重力だったら、すいません、別撮りしてたら日付が変わっちゃって挑もうと思ったら、それちょっとそこカットしたら撮るの忘れてました。まずブラックバード変身させて、でハーデスドラゴン使って、でグラビティして、でアマテラス使って、でシャドウムーン使って、で読みドラ使って、でここで十字を組んであげると、まあ L 字でも組もうか。で、月読みドラゴンがすっごいね、もう十字をね、2個とか持ってるんで、もう、めちゃくちゃ、優秀なんですよ。暗闇めっちゃ解除してくれて、でもここでもハーデスドラゴン使っとくか。オッケー。で、さすがにこのまま抜くのもまずいんで、ここは控えめ。よし。あ、オッケー。はい。で、ここはまあ別に、どっちでも、これで倒せたらラッキーぐらいで。はい。はい。とりあえずね、10コンボね、絶対。もうほぼほぼ10コンボは火力ソースなんで、皆さん。ハーデスドラゴン以外。オッケー。10コンボか無効貫通は絶対っすね。10個もすず無効貫通が絶対か。で、光も別にシャドウムーンが入るから OK。 はい、これでね、ハーデスドラゴンがもう自動回復ループ入ってくれるんで、多少のねダメージ入っても大丈夫っすね。 OKOKOK。 L 字でも組んどこうか。はい。あー、ちょっと繋がってもったけど、まあこんだけのね HP ならまあいけるっていうことで OK で、これで消えてくれると
暗黒の力。はい、お疲れさん。で、ここは全部闇にされるんですけど、もう、どうせ闇にしちゃうから、もう回復を引っ張り出すだけで全然大丈夫ですね。攻略動画じゃないんだけどな、普通に。あのブラックバードで行く人も絶対おらんし、多分何の参考になるわけでもないんですけど、ほい、こんな感じで。で、次、ロックはね、もう次のターン解除しちゃえばいいんで、ここはもう全然気にしなくて、お、行けましたね。マジか。はいはい。で、火のロックはないから、ブラックバード使っちゃうか。あー、消されちゃったか、前か。じゃ、ブラックバード使って、で、さらに、月読み使っちゃうと。回復音が、しまったか。無効貫通みたいな。はい。はい。はい。いや、間に合って、オッケーオッケーオッケー。あー、つながっとった。あ、L 字くん忘れた。はい。で、ここで、虚無の波動されるんですけど、ちょうどね、ハールストダウンが戻ってくるんで、これで、OK と。また自動回復延長と。で、ブラックバード使って、とりあえず、L 字回、L 字作りましょうか。はい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 。お邪魔目覚め耐性とかね、もうつけた方がいいと思うんですけどね、もうめんどくさかったんで。はいはい。で、デバフチャワー。チェーンか。OKOK。で、火はロックされてないので、大丈夫。で、L 字組んで、もうね、操作時間ね、なんも長い言うても減らされてるんで、僕はもう無理しない。全然ね、ダメージ通るんで、そんなゴンゴン言うてないでしょ。はい。で、火がロックされた時だけね、うまいこと、作ったらいいんですけど、ニース使うか、もう。ロック解除してあげて、で、こっから、OK、OK。で、ブラックバードは次戻ってくるんだよね。OK、OK、OK。で、はいはい。無効貫。はい。はい。で、あーぶね、無効貫くめてんかったな、今、多分。まあ、でも。あー、遅延食らうか。よかった、よかった。はいはいはい。痛い。で、ロック解除して、はい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 。1個残しとこう。おっす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 。よいしょ。はい。で、このターンは、オッケーオッケー。こう、そうそう、ヘイストが来るから、これで軽減貼ってあげて、で、こう、充電ガチャパーアシストしてるんで、ヘイストがかかると。で、ここから、ブラックワード使ってあげて、これで、十分っす。で、闇はもう、別に置いとこか。ワンチャンこれで半分いけるかんかな。いかへんな。はい。はぁ、光が。これね、火をロックされたときは読みドラ使ってあげて。オッケーオッケー。これでオッケーですね。はいはい。無効貫は足りてる？足りてないっすね。じゃあ、これ、L 字にしようか。はいはい。よし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 。願わくば、落ち込むが来てほしかったな。はい。で、暗闇は効かない。はい。闇回復ロックは全然いいっすね。はい。もう、ブラックバードがね、カチカチなんで、でそこにも自動回復ループ、今はできてないんですけど、できてるよと思ったら。
結構ね、ハーデスドラゴンがね、来たことによって、ブラックバードの、その、なんか、回復枠問題みたいなのなんとかなったりして、あと、そう。よし、ニース使うか、こう。消せないもめんどくさいし。で、ハーデス使ってあげて、で、ブラックワード使ってあげて。はい。一応ね、ニース隊長が木の枝豆を持ってるんで、木はもう分割。こうす、あ、こうか。木やったらね、もう絶対ゴンゴン言うことないんで、重力化のこの木の攻撃なんで。オッケーオッケー。で、リラチン行かない。よしよし。闇光ロックは全然いいよ。オッケーオッケー。ここらで行っちゃうか。ここらで行っちゃうか、ちょっと。よし。で、んで、はい。いや、こうか。これで確定10コンボ。よし。よし。いやー、闇惜しいなー。いけた。はいはい。で、これはもう全然、ブラックバードからしたら、確か12コンボ吸収かな。余裕なんで、OK。はいはい。でもここはもう平積み、普通に平積み。ちょっと怪しい。もう一丁、おっし、よかった。まあこれコンボ決めれんかったって言っても盤面がね小さくなるだけなんで、はい。で向こう風、はい。ちょっと風足りひんので、つくみだよ、あと行ったんやから、もう、ブラックサン、ちゃわ、シャドウムーンの絵派だけで十分かな、もう。よし。ちょっと試してみよう。で、L 字で、ちょっと、読みだの火力増してあげて、よし。あ、やっぱ十分っすね。無効貫通はもうね、ハーデスドラゴンが暴れてくれるんで。あー、アシスト流されると。はいはいはい。水にされるんですけど、これ読みドラで、こう残してることによって、まあ、OK と。ブラックバード置いとくかな、もう。こう諦めて。その方がいい気がする。なんか脇屋から分割になってますけど、よし、はい。遅延とか来た場合にね、なんか狂わされるんですよね、ここは。あ、そうそう、ロックか。日が全部ロックされてるな。そう、シャドウムーン頼む。2個作って。いい。ブラックワードも作っとくか。よしよし。車内待とう。待とう。そこで縦に押す。押す。運も味方につけて。押す。飛球車がこっちチェックしようか。で、ハーデスドラゴン使って、よし。これ、無効貫組める？組めますね。で、はい。これで。これで、両方同時に、超根性まで行ったと。おっそ、火、水。
でも最後は闇やから関係ないと。よし、アシスト戻ってきた。で、ブラックは使って、あ、読み戸は使った方がよかったな、さっき。まあ、いや。で、無効貫通して、で、はいはい。はい。これで10コンボですね。よし。よし、片っぽ倒れた。おー、またか、これか。75%。じゃあ、これで軽減8、多分 1.5 倍になったところで、全然余裕なんですよね。シャドウムーン使ってから、で、これでヘイストかけて、で、ブラックワード使って、よし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 。無効貫、組める?組めへんな、組めへんな。じゃあ L 字にしとこうか。はいはい。こんな感じでいいか。よし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 。よし。はい。全然痛くない。全然痛くない。全然痛くないね。はい。んで、ブラックワードが一旦あれやから、読み札使っとこう。よし。はい。はい。はいはい。はいはいはい。ほい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 。オッケー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 。はい。よし。で、覚醒の子が来ても、ニースが残ってるんで大丈夫と。で、ハーレスドラゴンでグラビティ削ってあげて、最後はもう、シャドウムーンの単体違反をかけてあげて、そっからブラックバードで、で、無効貫通を、組んで、あげるだけ、もう列にしちゃおう。はい。イエスブラックバードでクリアできたな。はい、もう日付変わっちゃったんですよ。よし、それでは石を受け取りましょう。11個。ありがとうございます。はい。それでは、今回はね、こんな感じでお開きにしたいと思います。まあまあまあ、クエストのレベル11ぐらいやったらね、ブラックバードでもまだまだ現役ということで、はい、まだまだブラックバードさんにはね、もう進化、新しい進化追加されましたけど、頑張ってね、いただきたい所存でございます。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よかったね、この動画よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あとは、概要欄に、活動一覧という欄が、ございますので、そこをリンクを、クリックしてもらって、あと、なんか好きなね、SNS、何でも一個でいいんで、フォローしていただけると嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。またね、バイバイ。次ガチャ引きます。